はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回は、昨日のですね10月29日から、各店舗ごとにね開始されたそうなんですけれども、ラブライブサンシャインのですね6回目の一番くじが、昨日からですね各セブンイレブンの店舗ごとにですね、置かれまして、販売がされました。こちらですね昨日はコミケに行っていた関係でねちょっと引けなかったんですけれども、今日ですねさっきねちょっと近くのセブンイレブンで引いてきました。今回はですね、そのね、一番くじで、引いてきた、ちょっと5回引いてきたんですけれども、5回ね、引いてきた、様子だったりとかね、あとはちょっとね、一番くじの中身を開封していきたいと思います。で、ちょっとですね、店舗の方で軽く、動画を回してきたので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。一番くじに5回お願いします。これですか？はい、あ、ください。はい、ってことでですねこんな感じでね本当に、少しだけだったんですけれども、ちょっとカメラを回してきました。引いてきたのがですねこちらでございます。はい、5回しか今回引いていない割には自分的には引きとしてはね悪くはないんじゃないかなと思います。早速ねこの細長い箱が、お目見えしてますけども、ラブライブサンシャインのこちら一番くじ H 賞の、マリちゃんのこちら特大ビジュアルクロスということで、アウェイクンダパワーのですね、イラストを用いた特大のビジュアルクロスでございます。今回ね、アウェイクンダパワーが結構メインとなっているということでね、季節的にね、メザパが一番この時期はいいんじゃないかなと思いますけども、可愛いですね。リコちゃんね、弾けなかったのはちょっと残念ですけども、これ弾けただけでね、このビジュアルクロス弾けただけでだいぶでかいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、お次は、こちらも、弾けました。こちらですね、アクリルスタンドでございます。L 賞ですね。L 賞のアクリルスタンドでございます。こちらはですね、ランダムで入っているということでね、果たして誰が入っているのかもね、ちょっとまだわからない状態なのでね。そして、残り3つはこちらでございます。はい。はい、こちらですね、ラバーストラップのアウェイクンザパワーの、バージョンでございます。はい。こちらもですね、先ほど同様、ランダム仕様となっているのでね、この後開けてみて、一体ね、誰がね、入っているのかも確かめていきたいと思います。そしてですね、今回のね、一番くじにおいては、3回以上購入した方には、こちらのですね、ポストカードがついてきます。はい。こちらね、一番くじの横にね、置いてあったんですけれども、こちらのですね、ポストカードを、もらいました。はい。自分のところはですね、普通にね、推しをこれ取れたのでね、リコちゃんを、もらってきました。じゃあ、まずはですね、こちらの、アクリルスタンドの方から開けていきたいと思います。果たしてね、今回誰が入っているのやらということですけれども、ちょっと見えちゃいましたけども、はい、こちらですね。今回は、こちらのよしこちゃんが出ました。はい、よしこちゃんだったんでね、普通に自分はいいと思います。こんな感じでね、もうちょっとこの時点でギルキスが出来上がっちゃって、ちょっとマリーちゃんがね、でかいですけど、はい、こんな感じで、できちゃってますね、ギルキスが。はい、じゃあお次はですねこちらのラバーストラップの方を開けていきたいと思います。1回目、お、カナンちゃんですね。1回目はカナンちゃんが出ました。はい、こちらですね、カナンちゃんが、出ました。1回目カナンちゃんです。じゃあ2回目いきましょう。ほっ、お、セイラさんだ。あ、セイラさんが来ました。今回のね、一番くじ、セイントスノーもね、出てきているので、セイントスノーが来てくれたのはある意味嬉しいですね。今までのね、一番くじじゃね、セイントスノーは基本的になかったのでね。じゃあね、ラバースラップ最後、開けていきます。ちょっとやっぱハサミ使おう。じゃあね、最後、ラバースラップいきます。ほっ、お、ダイヤさんだ。ダイヤさんが、出てきました。はい。こんな感じですね。ダイヤさん。そう、ここでね、お姉さん同士が、出てきたという感じでございます。じゃあ最後にですね、こちらの、マリちゃんのビッグビジュアルクロスをですね、ちょっと開けて、いきたいなと思います。こんな感じですね。ちょっと広げます。はい。あ、なるほどね。完全に折りたたまれてるわ。
はい、こんな感じですね。はい、あ、すごい、結構いい素材ですね、これは。こうか。お、おー、すごい、結構でかい。こんな感じですね。わー、結構大きい。結構でかいですね。こんな感じです。これは確かに、ショーとしては結構当たりかもしれないですね。すげえ。これは確かに推しの引きたいですね。まあ、マリちゃんでも十分いいんですけれども、まあ、ちょっとね、知り合いの方でね、もしね、持ってる方いれば、ちょっとお願いします、リコちゃん。はい。はい、ということでですね、今回は、よいしょ、これらのですね、6回目の一番くじをですね、早速ね、セブンイレブンの方で引いてきましたので、その、ね、引いてきた内容と、あとはその引いてきたものを開封していきました。まあ、おそらくですね、これが2018年、年内最後の、動画と、なるかと思います。はい。まあ本年もですね、いっぱい動画上げてきましたけれども、まあ皆さんね、数多くの動画見てくださって、ありがとうございました。まあ来年もですね、引き続きね、このような感じでね、できる限り多くのね、動画を上げていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、来年もオティカチャンネルの方よろしくお願いします。では、バイバイ。